はい、皆さんこんにちはじゃなくてニーハオ、佐藤ノアです。焼きのりです。復刻中国メイク、マジリベンジしに来てっかね。こっちはこのリベンジ感伝われ。今日の企画は中国メイクのリベンジをします。ですが中国メイクをするにはですね、結構塗ったくります。もう地層ですよ顔面が。今回はですね、すごくいいクレンジングジェルをね持ってきたので、それで落とすところまでやっていきたいと思います。ドナワホットクレンジングゲル、これね結構ツイッターで話題になってたりとかして、私ももともと気になってたんですけど、すごい活躍してる人も大丈夫っていう。でね、無添加なんだって。無添加大好きで、ね、7つの無添加で無着色だし、合成着色料も使ってないし、あと無鉱物、無鉱物油ですね。で、あと石油系海綿活性剤無添加、まあなんかみんなよく言うじゃん、なんか石油系の海綿がなったらなかったらみたいな、それもないし、あとエタノールも入ってないし、エタノール無添加だし、パラベン無添加だし、紫外線吸収剤も無添加なんですよ。すごくない？ここまで無添加なのなかなかないんですよ。あとね、めちゃめちゃ落ちるんだって。ってことで巷で噂のマナラホットクレンジングゲルを使って中国メイクして落としていきたいと思います。じゃあメイクを始めていきたいと思います。みんな動画を見る準備はできてるかな？せーの、はい。下地はですね、こちらを使います。ポーランド ZO ラトゥエクラファンデーションプライマー N の01です。はい、塗ったよ。ファンデーションこちらです。イニスフリーのマイファンデーション。前回の中国メイクの評判がよろしくて、あ、よかった。中国の方がいろいろとコメントが、ウェイボーにもいっぱいコメント来てたよ。わ、色白くするタイプと自然な色派の2パターンの流行りがあるらしくて、よく教えてくれてよかった。そう、ほんとね、あのね、ちょっとね、私中国語正直読めないから、うん、あれなんですけど、中国の方英語でコメントしてくれて、優しい、大好き。読めた読めまあでもそんな中、皆さんは中国語を勉強してますから。そう、フンハオエスそればっかやないかい。できたよ。え、いい感じじゃない？今回成功するよ。え、なんかそんな予感がする。うん、コンシーラーね、いつも使ってるこちらです。イブ・サンローランのラディアントタッチの2番ですね。目の下とか、はい、できたよ。よくないですか？はい、ダメダメ。白のシルクハイライター、まず T ゾーンにね入れていきます。キラキラー、やばい、輝いて見える。わー、これはクリスマスツリーなのだろうか。クリスマスが今年もやってくる。あの回、サランエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD02 番ですね。普段は割と自眉にね沿って描いてるんですけど、それよりちょっとオーバーめに描いてみました。はい、サナエクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE02 番ライトブラウンですね。ノーズシャドウのステッチャーにもいい感じじゃないでしょうか。アイシャドウはね、コメント欄に書いてあったもんね。そう、あのね、なんかねしないって言ってたんですけど、なんかヌーディーなね、ピンクとかヌーディーなね、ブラウンとかヌーディーな赤とか使うらしいんですよ。だから今回はなんで赤だけレッドって言うのかと。確かに赤は赤レッド。 LB グラムジェリーアイズの N2 番 GJ2 って書いてある。ヌーディーだね、ヌーディー。はい、こんな感じです。結構ナチュラルな感じかな。はい、ヌーディー。まつげを上げちゃうぞ。なんか奥から上に上げる感じ、まあいつも通りです。ギャンギャン何言っとけばいいみたいな次、マスカラ塗ります。ギャンギャン。マジョリカマジョルカラッシュエキスパンダーリキッドエクステの BK999。 マジョリカマジョルカ、あ、でも本当になんかさ、うん、この間見た中国の方のさ、うん、お写真っぽいメイクになってた。でしょでしょでしょ。どうだよ。アイライン引きます。ラブライナー、ちょっといつもより太めにしました。チークはこちらです。ビセビシェリップ&チーククリーム NRD1 番ですね。で、これをほっぺのここら辺に斜めに入れていきます。はい、こんな感じ。あ、いいんじゃない。リップこちらです。ビセリシェマットリップラッカーの RD481 番。はい、できた。テレテン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 テルルルルンルンルン。じゃーん、これはもう何をどう考えても中華でしょ。ニハオ、これリベンジできたんじゃない？絶対リベンジできたよ。フォームがっつり濃いし、まず服もうほらガチだからこっちは本気なの。こんなに中国が大好きな気持ち伝わりますように。中国の人は教えてください。
焼き鳥も行きたいです。待ってるよ。でもね、これすごく問題があって、いつもよりめちゃめちゃ濃いわけ。これをこれから落としていきたいと思います。悲しい。でもね、すごいクレンジングを持ってきたんですよ。だから今回それを使ってやっていきたいと思います。あれ、チャイナってどこ行った？見た見た。説明しよう。毛穴の黒ずみをすごくすっきり落としてくれます。化粧水をすぐにつけなきゃって思うじゃん。なんか乾く乾くみたいな感じですぐつけたくなると思うんですけど、それをね、すぐにつけたいって思わなくなるぐらい仕上がりがめちゃめちゃもっちりになります。ダブル洗顔がいらないんですよ。これは柑橘系の香りだからさっぱりしてるし、すごく使いやすいので、これはいい感じです。先にじゃあ手でやってみますね。はい、描きました。どういうデッサンですか？これを震えるウサギ、これを落としていきたいと思います。準備はいい？色がすごい、オレンジのゼリーみたい。これ温感ジェルなんだ。そうだ、温感なんだ。めっちゃあったかい。なんかでも季節によって使用感が変わるんだって、うん、あ、そうなんだ。え、落としていきたいと思う。あ、でも結構もう落ちてる。ほら、本当だ。ちょっと、しかも結構全然力入れてないけど、もう落ちてきてます。はい、こんな感じ。あ、もうほぼ落ちてるよ。で、この後水に近いぬるま湯でおすすいでいきます。はい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 、落としてきました。すごい怖いんだけど、保湿クリーム塗った後みたい。美容液で落とすクレンジングだからさ。あ、そうなの？やばいよね。20代から70代使えるから。老若にゃんにょ。老若にゃんなんにょ。なんにょ。老若なんにょ。ほら見て、このね、髪ももらったのさ。はじめまして、マナラ。いっぱいね、これマナラのこととか、あと使ってる人のレビューとかも書いてありますね。しかもね、マナラさんのね、何が好きって、私これよ。これやばいよね。誕生なんか漫画ついてる。面白いんだよ、見たし。そう、あとこの社長がね、ノアちゃんと一緒のね、北海道出身なんだよね。毎面だよ、もう、うん、もはやマブだよ、マブ。ナマラ若返ってる。ナマラマナラ商品名はマナラ。社長綺麗だもん、なんか社長マジで綺麗。これ美しいんだけど、社長の写真載せていいのか分かんないけどさ、くっそ綺麗だよ。ちょっと載せ、ちょっと勝手に載せるね、社長、ごめん。せーの、ポン。いやばいよね、美しくない？うん、じゃあそんな感じでね、まあ、手をやったところで、ノアさんがノアさん、じゃあ落としていきたいと思います。レッツラーゴー。じゃんじゃん、ちゃかちゃかちゃんちゃん。はい、これをね、あの手に出します。どんくらいですか？マスカット一粒くらい。わかりやすいでしょ。二粒で、潰す。おいしい。潰せた。すり合わせます。ソフトに、ソフトに。一旦顔全体になじませます。こういう感じでリンパに沿って。違う、メイク落としてるとか人に見せないもんね。恥ずかしいもん、なんか言ってもう何でも見せてますね。あ、でもマジで落ちてきてるじゃん。うん、もうほぼとってみたいなもんや。うん、すすぎます。いくよ。顔洗ってるし、人に見られる。うん、もうちょっと顔上では。待って、もうちょっと、ちょっと待って、どうにか、俺、もうちょっと顔を。待って、まだ全然何も落ちてないのさ。ゆるる。ちょっとね、あの、あ、いい感じ。ほら、結構本気。落ちた、落ちた。本当に落ちた。ちょっと、顔拭く。うん、ちょっと顔拭くから、ちょっとみんな待ってて。顔拭きます。拭いてきましたね。なんか顔薄くなったけど。でもなんか肌がしっとりしてる。あ、すごい。ね？だってまだ化粧水とかしてないのに。そう。しかも普通になんか超綺麗に落ちたよね。え、なんかちゃんと落ちた。うん。それだったらさ、肌にめっちゃ優しいからさ。うん、そうだね。本当に老若にゃんにょ。老若なんにょ。3世代以上にわたって使える。うん、だからなんか家族でシェアするのもありだなと思った。今日はですね、中国メイクリベンジと、あと中国メイクのリベンジバージョンをマナラを使って落としてみました。見てくれれば分かると思うんですけど、ツヤ感が全然違うわけ。だって化粧水まだしてない段階だから、すごいなって思いました。みんなもぜひ真似して使ってみてください。ということで今日はここまでです。みんなバイバーイ。ナマラすごいんじゃ。